チっス誰も知らないカリオド。イカレタコスケでござるよ。ちょっとござる省略でいこうか。やべえな。アップデート第1弾の中身が、ほとんど G 級やマスターランククラスのアップで、なんと、追加拡張大型コンテンツ並みの、とはそれは言い過ぎだけども。だけど、プチマスター、 スターランク追加と言っていいレベルで、モンスターの追加数も、コンテンツの追加量も、半端じゃない。これでまだ終わりじゃないんだからね。とりあえず、まあ、情報を即知りたい人のために簡単にパーと説明していっちゃうと、金銀、レウスレイヤーの金銀がね、追加されるわけですよ。ま、あルナルガイと、あのー、 バゼルギウス以外にも来るとは言われていましたけど、これ、銀レウスですね。銀レウスちゃん来ました。ということは、まずそもそもレウスレイヤー系統の武器の強化先が増える。それして、防具が間違いなくこれで4種類は増えることが確定している。さらに、後でね、あのー、コメント、コメントされてたんだけども、すべての装備かどうかわかんないけど、でも、 このルナルガとかバゼルとかこの金銀は必ずと言っていいほどあの新スキルを携えて持ってくるんで新スキルを持ってきている可能性があるということは4種類の防具それから全種類ほぼ全部かわかんないけどほぼ全種類の武器に4種類以上の新スキルが追加されてしまうというね。ただね このキンギンレウスね高難易度にも設定されている通り、まあ、相当強そうだとまあそりゃそうだよね弱かったらね新モンスターとしての意味がないんじゃないからねさてこのモンスターたちどんな風に戦うのか新モーションも引っさげてくるみたいというわけでまずそもそもとして2種類の新モンスターが追加されるとさらに新怪異カモンスター、えっと、映像には ジンオーガとか、ルナガロンまで乗っていたんで、おそらく古竜になる古竜以外は全て乗るんじゃないかなと。開花になるんじゃないかなと。そしてこれ、これもうテキストと絵面だと、なんか若干地味に見えるけど、とんでもねえことですよ。そう、ライズの時にやった毎週イベントクエスト配信が、また始まると。これすごいよね。アップでの、 あの、インパクトもさながらなんだけども、これってさ、毎週新しいクエストが追加されるってことなんですよ。さらに、まあ、あのー、スタンプであったりね、モーションであったり、狩り自体には直接関係がないものも多い中、重ね着だったり、新装備っていうのもちょいちょい追加される。そんで、コラボイベントもここに追加されるんで、で、コラボが来るとね、たいライズの時は直接、 装備できる武器ではなく重ね着だったんだけど、どうかね、今回はね、サンブレイクだとね、まぁ、あ、ちょっとそこはいろいろあると思いますけど、まぁ、あ、別に全然重ね着でもね、面白いギミック付きの重ね着が出てきたりするんで、非常に楽しみといったところ、これす、実は結構とんでもないよな。だって、アプデが入るたびに新モンスターが来て、その新モンスターのイベントクエスト等々が入って、新しい、えっと、 装備とかコンテンツがね、入手できるんだからね。これはね、ライブの時そうだったけどね、やっぱ毎週楽しみにしてましたわ。そして、えっ、ー、と、ま、あこれ、もうすでにこの、まあ、イベントクエスト、これ重ねぎかなイベントクエストでね、重ねぎが手に入りますって言ってますね。あれ、本当の装備できる防具かなまあ、スタンプ等々もね、コミュニケーション取る人にとってはね、最高ですから。そしてこれが会議化ですね。 全会以下モンスター追加ということなんだけど、これがただの会以下の追加じゃないんだよね。ま、会以下の強さはもう言わずもがなといったとこですけども、これ、そう、会、等級クエストっていう、これ、まあ、要はギルクエですよ。レベルがついているでしょう。ギルクエですよ。この映像の中にあったかちょっと忘れちゃったけども、あのー、完全にレベルごとのクエストというのが用意されていて、どうやらランダムみ クエスト内容がランダムに変化して、で、新たな装備強化もということなんですけども、これが、おそらく、武器の、さらにもう一個上の強化も多分来るんじゃないかな、とは思いますが、まあ武器に関してはまだちょっと蓋を開けてみないとわかんないかな。ただ、この回答級素材みたいなものが存在するんで、それが、 ワンチャン武器に回る可能性もあるかなと。で、武器の方にも回るけども、当然、前もってもう、あの、明かされていた、回連星の素材というのが、こちらになる模様。ただね、この、等級が上がっていくと多分、素材レベルも上がっていくと思うんだけど、 まあちょっとさーっと見ただけなんで分かんなかったけども、まあ、レベル80とかになってくると、過去のギルクエを見る限りは、まあとんでもなく難しいわけですよ。それをクリアした時の報酬面として、どういったものが存在するのか。まあ、ちょっとね、俺が見逃していたら申し訳ないんだけど、多分あれかな、防具の5席のランク同様に、防具に最高性能の、あの、スキルが付きやすい、 会連成用素材とか。ね。そ、後半でちょっと素材もチラチラと出てたんだけどね。まあ、この辺は、あの、もう、これ、明日だからさ、<laughs> 8月10日水曜日なんで、あの、驚いてる暇ないんですよね。だから、もう、解析とかやってる場合じゃないんですよ。解説とかやってる場合じゃないんですよ。明日、来て、それを実際にプレイして、まあ、やっていこうく必要があると。で、ちなみに、 MR10 以上から徐々にコンテンツが開放されていくっていうことなんで、回連成に関しては、100以上ですかね。ちょっとこの辺細かいところ見逃したら申し訳ないですけどね。なので、まあ MR まだそんなに上げていない人は、とりあえず、ま10以上には上げておけば新コンテンツで遊べるのかなと。で、明日水曜日だよね。金曜日かなイベントクエストのね、 新しいイベントクエストはね、だから明日もし、新コンテンツやって、木、金と来て、金曜日にイベントクエスト来てみたいに、今週はもう、モンスターハンターライズサンブレイク祭りですよ。もうタコスケもね、ちょっとね、頭痛がね、昨日からあるんだけどね、これやばいっすわ。槍にかかってますね。や、か、狩りにかかってますね、このイカタコスケをね。そしてね、 あの、最近狩りに勝って、えっ、ー、と、疲れたハンターたちを狩りに来てますね。ここでこのやり込み要素はたまらんでおい。あとなんか、伝え忘れていることはないか。大体伝えたろうか。大い毎週イベント、隠れ、隠れていた新モンスター。あ、それと、あの、通常のクエストの方かな。おそらく名優クエストの方もそうだと思うんだけども、あの、新モンスターの追加がされるよと。 ま、この新モンスターってのはおそらく、この辺のモンスターじゃないかなと思うんだけど、ワンチャン、怪異クエストじゃなくて、盟友クエストとかの方に、あのー、今までの怪異化モンスターとかも来る可能性なんかもあるかもしんないね。ちょっとその辺はもう明日、蓋を開けてみてといった感じでしょうか。それでは、楽しみにしていきましょう。誰も知らないカリド、イカレタコスケでした。t ー